皆さんこんにちは、畑中達です。皆さんこんにちは、市木光弘です。はい、この番組は現在好評放送中のテレビアニメバジリスク大岡忍法帳に出演する甲賀八郎役畑中達と日暮らし七元役の市木光弘が忍びらしくスマートにシュッと作品の魅力や情報をお伝えしていく番組ですよ。はい、キレキレです。何投げてるか分かんないです。もうそれ、さまざまなものを結構ゴロッとしたの投げてましたよ、ね、こんなことない。すごい、なんか大体なんか忍者が投げそうなものばかり投げたはずです。ざっくりしてます、ね、大体忍者が投げそうな、大体でいいんですね。さあ、はい、とうとう始まってしまいましたね。始まってしまいましたね。ラジオがバジリスク桜花忍法帳のラジオが、いやー、これでもあれなんですよね。はい、何でしょう。原作の、うん、原作というか、ま、原作違う違う、前作の、あ、前作の、前作のあのバジリスク、はい、甲賀忍法帳の時もあの、うん、ラジリスクっていうあったんですね、名前で。はい、はい、もう10年以上前の、そっか、鳥海さんと早水さんと水木さんがやってらっしゃったんですよね。そうです。で今回新章という形で、はい、我らがその名前を引き継がせていただいたっていうことなんですね。名誉ですね。恐れ多いけどありがたいことですよ。ありがたいことです。え、その時のラジオはどうだったんですか、うん、もっとがっつりかっちりしてたんですかね。どうなんだろう。がっつりかっちりしてたとしたら、それ俺ら大丈夫。そうだよね、俺が大丈夫ですかね。棟梁は、うん、どうだろう、なんかだいぶダメかもしれない。だいぶダメかもしれない。もうそんなことない。もうらしさが出てるから、らしさ大事。だからもうちょっとそうですね、かっちりシュッシュってやっていきたいところもあるんですけど、まあ、ちょっとなかなかバジリスク本編とはちょっと打って変わって、こちらのそういう雰囲気も大事だよね。そういう雰囲気もあっちはあっち、そうこっち、だってもう気張っちゃうでしょあれはね。もうあれは、まあ、そういうお話ですから。そうですよ。だから今回はもうこのラジオはちょっとまあ、ゆるっとしたところもありつつ、作品の魅力も伝えていこうぜ。そうですね、スマートに決めるところはスマートに決めて、そうしましょうよ、やっていきたいと思います。ということで、ね、今回はね、はい、作品の紹介や、まあ、キャラクターのお話とかをね、そうですね、1番目ですから、ちょっと中心にやっていきたいと思います、うんうん、はい、ということで始めていきましょうか。はい、はい、ぜひ。では参りましょう。ラジリスク新章甲賀忍放送、本日も桜花のごとく御立派に聞き候来。